人初対面で入れ歯を居酒屋にあるレモンサワーのグラスに入れて殴るんです。猫さん伝説はうなるほどあるから、この男に一番勝手に驚いてこうなんだなと思ったんです。今日は俺の20代からずっとお世話になってる野方のラッパーのエジエイトに、今日は俺とかカツとか YouTube で喋ってる伝説の男猫さんをついに YouTube 初登場です。どうぞ。いや、ここ来てくんないと。いいですか皆さん、こう見えて40年前、もっと前からジェームス・ディーンみたいだった。そしてその前の大人の時間で YouTube 撮影してたら、古舘さんがぜひ来たいということで、古舘一郎さんです。どうもどうもありがとうございます。おはようございます。猫さん、伝説の猫さん、ありがとうございます。なんとこの2人同い年ということで、中に入ったマスターを紹介したいと思います。こちらが、あれ、おいおい、何何、俺がもう20代からずっと世話になってるラッパーのマスターで、はい、生きる化石です。あの不良どもをずっとね、借りない時に食わしてくれて、本当に食わしてもらってということで、あの今回はぐっちゃぐっちゃの、あと声が聞こえない猫さんの字幕を見てくださいということで、まあ、今日はね、でもね、俺の話よりもみんなが YouTube で猫伝説ってすごくあって、みんなが、え、猫さんってなんだ、どんな人だろうって、今ただ声の出ない不老者みたいになっちゃうから、ちゃんと喋んないと。この男のかっこよさ、この男に一番勝手に男ってこうなんだなと思った。今見てくれたいですけど、見た目はね、でもね、めっちゃかっこいいぞこの男、チャーミングだし、だとこうやって年下に突っ込むともクソつまんないギャグで返してくるんですよ。そのベタがかっこいいんですよ、むしろ。猫さん伝説はうなるほどあるから、人生で、あの喧嘩してもないんですもん。俺の自身、参ったはない。俺ね、でもね、参ったはないっていうのを猫さんお手強いのにボッコボコやられてっていうのを見たことがない。俺もね、すがりに行ったことあるんだよ。殴られても参ったって言うの、負けたって言うか、負けたって言うか、参ったって言うか。小川さんは猫さんとバトルというか初めて会った時だけだよ。初めて会った時どんな、泉政治家の時に紹介されて、ああ本当に猫って言うんだよって初めて紹介されて、ああ初めて小沢ですって言って、おおからいきなり初対面で入れ歯を居酒屋にあるレモンサワーのグラスに入れて殴るんです。殴るんですか。挨拶が分かんない。テーブルを挟んでバカーン来て、え、俺行っていいの、バーン行きだす、聞かねえなって、また来るんですよ。これね、10発ずつやり合ってて、またね、あの時代の周りって止めないんですよ、10発ぐらい。もうぼちぼちいいんじゃねえみたいになって止められて、でもまた、でも、って言えば、はめて、飲んでて、俺、荒れてるし、朝起きたら顔荒れてて、さあって次の日行ったんですよ。私は絶対聞く、やったろと同じ AB 型だけど、同じ AB 型だけど、私は絶対聞く。何で打たれてるんですかね。俺のね、パンチ力が弱いとかすごいんじゃなく、お猫さんのなんか面白いの言おうと思ったら忘れちゃったんだよ。いっぱいありすぎて。猫さんがじゃあ戦った中で一番強い方ってどんな方だったんですか。はい、この人は格闘家ではないから、喧嘩は格闘じゃないから、僕は文化、文化芸だから。さ、喧嘩なんてさ、どんだけ殴られてても殴ってる方がもう参っただろうって猫さん
参ったって言わないから。で、しまいに殴ってる方が気をくれする。で、猫さんも血まめるだろう。てめえ、こめえの髪一発で倒しちゃうから。分かるような気がする。分かるような気がする。で、だって、撃たれ強いよ。あの、ダンプに跳ねられても生きてるもん、顔は。あのね、例えばの話だよ。魚がクックッと出て痛いとは言わないみたいなもんだよ。通訳すると、魚がコンコンって言ってるのに痛いって言わないって何言ってるか分かんなかったね。でもね、それをね、またあの同時通訳すると、基本的に喧嘩と格闘技の違いは、ルールがあるかないか、もう殺伐とします。ルールがあるかないか、相撲取りの土俵上がって相撲取り強いに決まってんだから。ね、やっぱキックボクシングのリングが上がってキックボクシング強いし、プロレスのリングが上がってプロレス流儀のルールでやれば、上下乱闘20カウントもあれば、絶対レスラーの方が強いんですよ、と捕まえてこうやって寝技やる。そんなものは全部そうで、喧嘩と格闘技を分かつところは、ルールありやなしや。それ喧嘩っていうのは、負けを認めた方が負けなんです。俺は高校の時に、絶対もう圧倒的に弱いやつに、何度殴っても立ち上がってくる。それって、こいつを殺すか、俺が逃げるか、二択になるんだよ。そうすると、俺は殴り合いには負けたけど、勝ったけど、喧嘩には負けてる。あいつの勝ちよ。だ、喧嘩ってそれぐらい格闘技と違う。こいつだよ、いくら強い力だって、俺は興味ねえんだよ。の連ドラが決まった時に喜んで俺たちに報告して、おー、猫さん先輩頑張ってくださいよって言ってる、その日に若山さんの取り回しと喧嘩して次の日降ろされてるって、こんなタイムリーってありますかね。そう、猫さん、そう、なんでそういうふうに協調性を持たないんですか。分からないで、しかもね、俺と帰ってね、たまたま長年飲んでて、俺は遠かったんですが、学芸大学で、帰る中野に実家に行った時に飲んでた。で、猫さんがね、トリオで裸足で、ちょっと血まみれ、靴を両手に持って、歩いてて、俺たちは、猫さんどうしたんですか、いや、ちょっと揉めてよ、どこですか、行きましょうって言ったんだよ。いいんだいいんだ、ちょっと若山先生、徳三郎の若い友達って言うから、ちょっと待ってもらっていいですか。あの店だよ、レンドラ決まってんでしょ。あの店だよ、若山さんが行くから。ああ、そこに俺が飲みに連れてったら、あいつは傘を切れに行かないっつって、俺が一人で行って。若山さんとこにお付きなんだから、一言も言ったら、若山さんの仕事なくなる。誰が先生、先生って、俺も切ってきたの。誰が先生だよ。言うと思う、言うと思う。で、そこで言ったら、昼帯でもメインキャストで決まってんのに、トラブルを下ろされたね。そう、知っておくよ。もうね、そんな話は、俺ら後輩は、どんどん、猫さん、やっと日の目見ますねって、何回呼びましたか。で、後輩に怒ってもらって、で、己で潰す。いや、たまたま。これね、あの、多分小沢仁志さんを超例外として、めっちゃ喧嘩強い人はみんな売れちゃいけないってしきたりがあるんじゃないですか、世の中には。ああ、そんなことはないと思いますよ。常識分かってれば。いや、なんか常識分かってないから喧嘩が強くなりすぎて暴走するってすると、あの、ほどほどじゃないとダメじゃないですか。猫さんって、常識分かってないだけじゃなく、飲んでない時はちゃんとしてるんですよ。酒飲んでなかったら、何かあったら俺ちょっと仕事あるからって下手してな、あの、いやいやいや、そうじゃないかってちゃんと言うんですよ。飲んだらアウト。いや、その時代はね、もう飲んだらね、イコール喧嘩なんだよ。いや、だからそこはすごいね。なんか不思議に、いや、まああんまり、でもさ、接点普通だもん。普通でしょ。安風が結構あって、なんか俺ちょっと遠くに引っ越した時、ちょいちょい猫さん店やってる時、安風が猫さんの心配で、あの、様子見に店行ってたでしょ、あいつ酒飲まないくせに。でね、この男ね、昔ね、フォルクスワーゲン乗ったんですよ。車持ってんだ
飲んだくれの猫さんが乗ったらダメだって、あいつら飲むときは飲まないからって言って飲んでるときに電話かかってくるんですよ、目の前にいるの。それをね、言わなくて目の前で、ああ、さあ、なんかよ、エンジンルームから火が吹いてんだよ。いや、見てわかるか。火吹いてんだけど、大丈夫って止めて。はい、お待たせしました。それ、炎のカブトムシってことだよ。カブルソーとハンバーグスパゲティです。ここね、この昔ながらの喫茶店的な。いやありがたいね、もう。あの、美味しいかも。昭和29年生まれにはたまんないでしょ、こういう。猫さん、ほら、若い時のジェームス・ディーンみたいな写真ないの。ねえ、あるでしょ。僕は僕だけ。お前は。聞きました、もう絶対出さない。めっちゃ美味しい。俺ね、猫さんがね、ちゃんと役者やってるのあんま見たことない。いや、さっきあの、不良時代の、不良というか、はい、あの、その時からの、本当に輝かしいあの猫さんしか見てないから。そうやっていつも来てる。な、共演したことあるよ。はい。役大河でも、うん。その頃から、あんまり声が聞こえてないから。でもね、俺にとってはね、だから猫さんがどうなんて思ったことがないんだよ。出会った時の印象が強くて、俺がだってガキでいじってて、すげえとんがってた時に、あ、やべえな、この男には勝てねえやって、喧嘩だけじゃない。おかげですけど、両方ともタバスコが合うと。ありがとうございます。その男は猫さんが初めてなんで、で、それを安風が、あ、大丈夫です。あ、どうぞ。安風がその日で、って、会ってみたいって言って紹介してから、安風も、俺よりも猫さんの面倒を見せた。うん、取った味が懐かしくないですか、なんか。もう本当に昭和の喫茶店だね。嬉しいよ。いや、猫さん、もう今俺でも、カズが飲み足りねえって言い始めたら今いくつだっけ、61か。俺はね、大変そうだったからさ、でも分かんない、自分が分かんない自分だったよ。両手にブロック持って、おら来いやーって言うんですよ。バカ野郎、お前の頭から血が出てんだよって。雑巾、床ある雑巾で人の頭を押さえますか。